はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。また皆様にね、なんかご心配をおかけしました。はい、今日はね、3月の5日はい、火曜日となっております。はい、本当ならね、3月3日もね、なんかひな祭りとかね、しながらね、なんか、ライブ配信したかったんですが、ちょっとね、体調不良で、倒れておりました。はい、温かいね、お言葉もいただいてね、本当にようやくね、まあ、完全ではないですが、まあ、動画のね、撮れる、体調にぐらいがね、戻ったので配信しております。はい、はい、先ほどまでね、かりんちゃんはおばばにね、マッサージを受けておりましたね。ちょっとね、近くまで寄ってみたいと思います。はい、ひずくんも、はい、近くまでやってみたいと思います。はい、はい、ね、こんな感じでね、はい、ゆずくんもかりんもね、はい、今日もね、元気にしております。はい、ゆかりん地方はね、今ね、ちょっと天気ではね、雨雲がやってきているっていうね、予報で今流れてきておりましたが、またね、遅くならないうちにね、また夕散歩にこれからね、出かけたいと思います。はい、ゆずくんもね、できものとかね、できたのはね、生まれからね、何もできてなくてね、良くなりましたが、もうちょっとね、病院にね、通ってね、いろんなところを見てもらいたいと思います。はい、ちょっとね、ゆずくんにね、動画撮り終わったらね、今ね、ゆずくんにおなら開いました。はい、いいよ、はい。ね、はい。はい、またね、今後ともね、またこんな感じでね、動画を撮っていきたいと思ってますので、また皆さんね、いろんな面でね、癒しとね、笑顔を、お届けできればと思っております。はい、ではね、今日は手短になりますが、またね、明日以降もどうかよろしくお願いいたします。はい、またチャンネル登録ね、また高評価、またよろしくお願いいたします。またね、まだまだね、今日寒いね、日が、夜はね、続くと思いますが、皆様もね、体調を崩さぬようにね、お体に気をつけてね、お過ごしいただいたらと思います。はい、ではね、ひずくんはね、3時のおやつをいただきました。かりんちゃんはね、ちょっとね、寝起きにね、3時のおやつ、もう3時を過ぎてるよ。3時のおやつやね。本当に3時のおやつやね。ね、はい、今ね、時計では2時52分をお送りしております。はい、もうちょっとしたら3時だからね、ちょうどおやつ時期やね。はい、じゃあ見たね、皆さんも、今日もね、残りのお時間お過ごしくださいませ。ではね、また明日もお会いしましょう。皆さんありがとうございました。今日のところはバイバイ。